富士湯醤油2本買っちゃったね。ふるさと離れて30年、遠い故郷に思いを馳せる。今日は四国か本州か、流れ流され北の地へ、荒れる海原日本海。今日も張り切っていきましょう。ダブル650ウィーケンドダイアリー。あー、どうもポリプロパラピエンです。今日はどうしましょうかね。岩手方面行って、で遠野ってところでお気に入りのラーメン食って、で釜石でこれまた今度お気に入りの醤油を買ってくるというミッションなんですが、まあ、とりあえずそっち方面めがけて行ってみます。こっからまた急なんだよな、これ2段階やめてほしいよね、怖いよね。三陸道路北上してます。まあでも見た目的には快晴で気分はいいわね。最高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 。風が冷たいよ今日。よよ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 、猫猫猫、おい、目見えねえのかな。相変わらず風は冷たい。いや今日絶対醤油買ってやる、もうねえんだよな。ネットでも買えるからその方がねいいんだろうけど、やっぱ買いに行くってところに楽しみがあるわけで。富士湯の醤油っつんですけどね、岩手の釜石か、好きなんだなあの醤油。刺身なんかにつけて食べるとすごく甘みがあるというかね、美味しいですよね。なんで札幌ナンバーのダンプが走ってるのかよくわかんない。いやー結構今日の工程もタイトだよ。多分片道150でしょだっ。距離90、半分以上は来たのかな今日の目的地に対して。正面に見えるのが室根山がですな。出てくんなよ。なんかどっか山火事のもあった。あ、あれだ。あら、ひょっとして通行止めかな。行けんのかな。行ける。抜けられる。あの前の車ついていくよか。本当？本当抜けられんすかよこれ。あれな、多分野焼きしててあれなんだろうね、炎症してったんだろうね。なんか行くない？気持ちいい。北海道っぽい。でも建物見るとやっぱ東北なんだよな。あ、こういう感じは北海道だけどね。でもやっぱこの三角屋根はやっぱり東北って感じするよね。この辺のトンネルね、照明少ないからさ、ここもそうだけど暗くて怖いのね。あー、ループ来ますよ。ループループぐるっとして、わかるかなこれ、見えるかな。あ、なんか今工事で止まってるろ。なんで気持ちよく行かせろやって。あー、ループ来ますよ。あー、これいいしょいいしょ。わかんねえかなこれ、取り切れてる信号か。何や、何分よ。あ、これこれ、このトンネルが俺大嫌いなのね。すっげえタイトなコーナーの中にあって、わかるこれ、これほら、真っ暗、これ照明台ケチんなよってぐらい暗いじゃん。わかんねえかな。車じゃなんでもないけどバイクだと怖いのねここ。でも今多少あれでもついてる方だからね、前本当に2個ぐらいしかついてなかったからね。右行くと陸前高田、私は左に向かいますよ。遠野ってとこへ行くんだよね。はい、来た。おお、5時ぐらいになるかな今日。そうだな、歩道がねえんだろうな。少し考えた方がいいよね。だってこの辺だって子供とかいるでしょ。そうするとやっぱ通学とかするでしょ朝なんかさ。この川は渓流釣りでなんかこうね、鮎釣ってる人が週末なんか多いですね。いい感じしてますね。ね、ほんと渓流釣りにはたまらないポイントなんじゃないですかね。俺も釣りしないけどなんかここの中はここはいいよね。おお、ボンネットトラック、結構岩手あるよねボンネットトラックね。 Y 字路左に抜けると盛岡、右に抜けると遠野ってとこですか。はい、これ右折しますよ。遠野向かいますよ。いや、これでラーメン屋やってなかったらがっかりだよ。いいでしょこれ。
行けないですか。でもちょっと冷えてきたかな、やっぱデッキ版っつうのがよくわかんねえんだけどさ、使い勝手いいのかな、この良さが全然わかんないんだけど。あーでもいい感じ、超いい感じ。ほらなんかいい、ほんとすっかり山あいでしょ、ナイトクルーザー号。なんかドーバー海峡でもなんでもいいけどさ、あのトンネル掘る機会あるでしょ、全部が全部じゃないんでしょうけど、両方からこう掘り進めていくらしいのね。最後どうすんのかなと思って、トンネルが外壁も作りながら来るわらしいのね。だから最後まで行ったらもう戻れないわけでしょ。だからどうすんのかなと思って興味深かったから調べたら、最後もうお互いが着く手前ぐらいのところでそれぞれルート外れるんだってね。すれ違ったそれぞれのトンネル掘る機会はどうするのかったら、そこにもう放置なんだってね、使い捨てるんだって。なんかトンネル作る映像あるけど、確かにもう壁なんかできてるもんね、進みながらね。まあいいね、あの正面の山いいね、早知根だかなんだかそんな名前の山だったっけ、なんかあの辺にあるよね。営業日だと嬉しいな、やってるかしら。あらなんか雰囲気変わったような気がするんだけど。いやー満足じゃだ。いやこれダルマセリカ渋いよね、古いナンバーだからずっと維持してきたんだけどな、すっげーよな。さて行きやすかね。えお渋いわ、いいいい。釜石行きますよ、釜石。いや久々にミニチャーハン食った、よかった。やっぱもう腹いっぱいだな、昔ほど食えねえや。もう一息だな、春には開通だろうね、千里峠。すげえ山あいなんだな、ほんと山しかねえもんな。はい、そろそろ終点でございますよ。今終点だよね。でももうあれかな、間もなくって感じかな、園長。もう一息だよね。ほぼほぼできてるじゃん。これ、釜石道って最終的にあれか、三陸と合流するような形なのかな、なんかジャンクション的なものできんのかしらね。小佐野駅。なんか昔ながらの商店だよね、こういうの。少しずつなくなってくもんな。あ、なるほどね。で、ここが乗り口か。はい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 。このままどうなんだこれは。一回トンネルくぐるのかな。ああトンネルくぐるんだ。やっぱ三陸と合流するのかな。何線つんだろうね。釜石線。なんかこの辺昭和な街並みだよね。2時半、いいいい、予定通り順調だ。鉄と魚とラグビーの街釜石。新日鉄。自由醤油2本買っちゃったね。いいよね。これ正面、これが釜石の製鉄所。本当街の中に製鉄所があるって感じだよね。マニア。そしてマイバイスコー。